俺だ、柏木だ。柏木さん、すいません。ちょっと今、病院なんです。後でかけ直してもいいですか？桐生、六代目が撃たれた。何？大吾が？どういうことなんですか？1時間くらい前に本部の会長室で撃たれた。詳しいことはまだわかん。だがどうも本部にいたやつの話によると、六代目を撃った男は風間の親父そっくりだったらしい。え、風間の親父さんに？ああ、そうらしいんだ。とにかく状況が分かり次第連絡する。それじゃあ。どうしたんですか、兄貴。どうやら東京でも東条会の六代目が撃たれたらしい。え、それって1年前、兄貴とうちの親父が杯交わした時、売却人してくれたあの。おそらく大吾を撃ったのもその絵の男なんですか？ああ、そうらしいんだ。子供たちは全員寝たみたい。あの、兄貴、俺は
絶対に兄貴の邪魔になるようなことはしません。だから、だから俺を連れて行ってください。わかった。兄貴、ありがとうございます。明日の夜、沖縄をたとう。今日は事務所に戻って支度でもしてこい。はい。ハルカ、リキアのことも頼んだ。え？あいつはここに置いていく。今のカムロ町は危険すぎる。あいつを連れて行くわけにはいかない。おじさん。こら、このワンコ、逃げんな。待て。さあ観念しろ。違うじゃん。
どんもどんも。Yeah.
おじき。いらっしゃいませ。ありがとうございました。申し訳ありません。
いらっしゃいませ。申し訳ありません。この野郎！ミキお兄ちゃん！泉、ワンコと逃げろ！でも…いいから、早く！マメ、おいで。ほら！うわっ！いた、なんだ？この野郎！いた！マッカーロー、お前、何すんだ！おい！やべえ、出直しだ。行くぞ。待て。おい、大丈夫か。あ、おじき。ずいぶん遅いから心配したんだぞ。すいません、俺がそばにいながら。泉、大丈夫か。うん、私は大丈夫。やったな、マメ。犬小屋か。でも俺、一度大工目指してくじけたんだよな。え？だって約束だもん。ね、マメ。わかったよ。おじき。
お、あの、兄貴、
いらっしゃいませ。
ようなじゃん。わけじゃなくて、通りかかったら偶然。大丈夫か？三つおは気持ち悪くないの？何を？やけど。そんなの全然だよ。そりゃリオナにとっては大きな悩みかもしれないけど。でもさ、ほら、俺なんて日焼けも火傷もしてないのに真っ黒なんだよ。その方がもっと変じゃない？ね？笑えない？ごめんね。どうしたの？おじさん？
太一。あいつ最近よく見かけるよな。誰なんだろう。知らねえ。仲間に入りたいんじゃないかな。あのさ、手加減しないぜ。頑張れ。それ今。よし。
礼します。上級生の橋本くん。え？まさか！ちょっと！あなた話があるわよ。今の一体どういうこと？はっきりと言わないとあなた、いや、これはあなた教師でしょ。ですね。一体子供にどんな教育をしてるの？早く良くなってよ。まだまだいっぱい教えてやるから、野球。どうしたのおじさん、その格好。実は今日から1週間くらい東京に行く。マジかよ。いいな、私も行きたい。そうだよ、一緒に連れてってよ。私も行きたい。みんなで行こうよ。聞いてくれ、旅行に行くわけじゃないんだ。どうしても東京に行ってやらなきゃならないことがあるんだ。俺が留守にする間、朝顔には新しい友達に来てもらうことにした。誰？サキだ。訳あって話をすることができない。マジで？今サキのお父さんは怪我をして病院に入院している。だからしばらくの間うちで預かることにした。
どうだお前たち、仲良くできるか。当たり前じゃん。よろしくね、サキちゃん。よろしくな。初めまして。よろしくね。私、エリって言うんだ。俺、タイチって言うんだ。よろしくね。よろしくな。俺、ミツオって言うんだ。俺、コウジって言うんだ。
じさん。お、さん、ひらめいた。典型が来た。
バイ。あのさ、
も会長、本日のスケジュールですが、先ほど柏木様よりお電話があり、緊急で幹部会を開きたいとの申し出がありまして。そうか。夕方からは IT ベンチャー協会の会合が予定されていますが、いかがいたしましょうか。キャンセルだ。本家からの呼び出しだ。行かないわけにはいかない。了解いたしました。中国っていうのは不思議な国だよな。鳩やカエル、地方によっちゃ犬猫まで食うっていうじゃねえか。自分が生きるためなら何でも食う。俺はよ、オーナー、そんな中国って国尊敬してるんだぜ。人様の国に土足で踏み込むその根性、あんたも立派なマフィアの一人だ。私は
マフィアじゃない。ただの料理人だよ。仲良くしようぜ、陳さんよ。隣のその隣の店も全部うちに金入れるって言ってんだ。月に100万。100万？あんたらが今まで日本人からぼったくった分からすりゃ安いもんだ。なに、足りなくなったら店の権利書もらうだけだ。あんたには別の店でコックとして働いてもらう。無理だよその話。中国の包丁はよく切れるな。これだったら人間の首も真っ二つだ。試してみてえな。陳さんの料理がうまいって評判じゃねえか。親父、本家からの呼び出しです。六代目の件で話があると。やっぱり無理だよ。そうか。ま、無理なら仕方ない。怖がらせるようなことしてすまなかったな、陳さんよ。これは迷惑料だ。取っておいてくれ。え？俺は陳さんと一緒に仕事がしたかっただけなんだよ。悪かったな、邪魔して。気が変わったら連絡してくれ。それじゃ。やるね、あんな女と。まあ、あの人の場合、顔や人種は関係あらへん。でかかったらそれでいいからな。はい、錦山工業。失礼しました。はい、組長なら今事務所にいますが。え、幹部会？本家からや。緊急の幹部会やと。了解しました。組長に伝えます。
で、何時からや？幹部会の話じゃ！なんでそれを？さっき本家から電話あってやろが！わしゃことの最中でも聞いとんのじゃ！すいません！19時からやと聞いてます。よっしゃ！おら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 ！ありがとうございます！よっしゃ、気合い乗ってきたぜ！西野、平井！はい！かき集めるだけの兵隊集めろ！今夜中じゃ！はい！宮内！はい！ハサミに連絡や！すぐに例の店潰しにかからせろ！はい！堀内、石田！はい！峰に電話や！中国持って迎えに来い言うとけ！はい！戦争や、いよいよ戦争が始まんで、お前ら覚悟しとけ！はい！え？今から中国ですか？そうや、中国の元能を持って今から来いや！神田の兄貴、何しでか好きですか？戦争や。戦争？今日から東条会の跡目争いが始まるんじゃ。兄貴、六代目はまだご存命だ。その話をするのは早いでしょ。しゃがんじゃ。つべこぼ言わんと早く金持ってこんかい。わかりました。勝手な人だ。だな、この町は。あ、助けて！ん？何なのよ、早く誰か警察呼んで。痛い、話して。あら、ちょっと何なのよ。うるさい、今日は貸し切りだ、帰れ。もう今すぐこの金持って帰れ。せやから何が不満やねん。金やったら払う言うとるやろが。受け取れません。ホストが何言いとんじゃ。桐生さん、桐生さん。
というわけで四代目、うちら取り込み中なんで、今日のところは帰ってもらえますか。いや、そうはいかない。お前らの腹聞かせてもらおうか。それやったらうちらに喧嘩売ったんは四代目班の方いうことになりますが。ああ、それで構わないぜ。どういうことだ。お前ら手加減はいらん。ここにいる全員殺してるや。来いよ。
さあ、お前らの腹、聞かせてもらおうか。もう遅いわ。柏木のおっさん、殺されるで。何？戦争は、始まったんじゃ。